ああ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 、あちょろです。サーカスです。マケールです。山ちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近ですね、叫びたりでなんか声はどうなんですか。声はですね、これは剣道です。これ剣道、はい、腹からね声出さなきゃいけないんですけど、声の出し方が下手で喉から出しちゃうんで、毎回カスカスなんですよね。なるほど。先生、なんで声の出し方がね下手でね。いやいやいや、私もいいんだ。無給なんで。キャパリさんといえば、水玉ってありますか。あります。水玉と、なんかあとなんかもろもろお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。松尾田道中記。あ、そうですね。はい。脱ぎ方。脱ぎ方。レスラーの脱ぎ方。レスラーの脱ぎ方。どうせ暴れるからですね、松田さん。もっともっと。あ、もっと。はい。あ、ダメですね。はい。ちょっと触りますよ。痛くないですね。うん。どの辺が痛いです。この辺、ここか、この辺で今痛いです。痛いですね、で、あと、あ、ここも痛いですね。ここね、あと、ここですね。ここは縁の初段に行かれたんですよ、ここ。ここは、はい、痛いでしょ。痛いですよ、痛いですよ。いや、じゃあ、やると、あ、もともといや、すると、うん、だって、こっちの手が、これでも痛いですよ。すいません、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 やばれやばれやばれ、すいません。いや、めっちゃ詰まってますね。あら、初代。いや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 、初代。いやいや、そんなしないしないパーンいったんですよ。そんな暴れるかな。え、あ、でも、うん、あ、情報詰まってますね。よいしょ。はい、じゃあちょっとね、やっていきます。あ、来ました、山さん来ましたよ。同時に、うん、まさか水戸マスクを同時に。ここはどうですか、痛いです。そんなに、そこはそんなにさっきの、あ、痛い、多分ちょっと強めにこうしたら痛い。まあでも痛気もぐらいですかね。あ、気もなくな、ん、気もなくなりました。痛気になりました。気もなく、気もはない。痛いですか。そこは結構私好きなツボがあって、ユフっていうツボなんですけど、ちょっと鎖骨の、あんま見えないですけど、鎖骨のここのちょっと下のところのくぼみですね。気持ちよさそうですね、顔がね、気持ちよさそう。デトックス作用が強いので、あ、なるほど。すごいこうストレスとかある方とここそう結構痛いで、しっかり、どう痛い。はい、じゃあ流していきましょうかね。松尾田道中よいしょ。これかこの辺ぐらい、まあ横から行きますかね。今どうです？痛い。今痛い。今痛い。行きまーす。ええ。何だろう、チョコリさん。え、暴れすぎですよ。チョコリさんってなんか、はい、かわいそうに見えないんですよ、ね。いや、面白い、面白いですよ。面白いですよ。面白い。どれ？どれ？どれ？え、なんか見えないです。赤ちゃんみたい。そうそうそう。お戻りください。でもちょっと待って、あ、リセット、あ、そう、ステージに戻ってます。もうちょっと上で。これ知ってます。ホームに戻って。知ってます。こいつ。ああ、こいつこんなところに一個ついてます。こいつもあるんですよ。あ、こいつもあった。いや、前も大事ですからね。絶対走ってるんで。そうそうそう。前のね、太ももも。こいつ取れない。これもう取れない。これは取れないですよ。もう諦めるしかないですよ、それは。これ前やったやつや。痛い痛い痛い。ちょっとね、ちょっと。はい、なんだろうな、なんだろうな、赤ちゃんみたい。
胸が出る。こう出ちゃう。バレすぎやない？小林さん。いやいや。暴れすぎやろ。ちょっとごめんなさい。何の確認ですか今。何の確認今の。ここなくなったか。そんなことある？吹いてる。痛いね。痛いよ。もうちょっと流したい、ね。もうちょっとそう、もうちょっと流してもらうとダメよ。これは流せん。いやいやダメダメダメ。もうちょっと麻酔ってあります？いや麻酔はない。しないんです。神経症麻酔できないので。何もできないですよ。そうなんだ。あでもだいぶね。ちょっともうまあねこうこうこう人のこう人の感情を持ってちょっと。こらこら。ああダメだ。そこもちゃんとしとかんといかんから。やっぱ走るときってその腹筋を使うので。そう。もう終わりました。いや待てよ。いやまだ。まだです。めちゃくちゃ興奮。うわあ。やったー。もうもういいよ。若かぜ俺。触っちゃいかん。触っちゃいかん。ここのでもどうです、はい、ちょっと冷静になって息整えてここのこれ外してもらっていいですか？冷静な、これ冷静になれない。これ絶対痛いんですよ。あ痛いんですか？これ痛い。そんなことない。タンデンこれやばいっすよ。これやばいっすよ。これ痛くない。じゃだからお腹が一番痛いって。スイートマートお腹一番痛いんですよ。あそうですか。そうですよ。松尾多動地域だいぶなくなりましたね。お腹痛いな。あそこ見つかりましたね。どこ？そこやばいですね。ちょっとじゃあ捨ときますね。吸いすぎ違うんですよ。今のはもう多分動かしたらすごい暴れるので、こう導管法って言ってくっつけて外す。あ導管法じゃない。なるほど、そういうのがあるんですね。つけて外すみたいなやつ。何だったっけなんかあるんですよ。導管法はつけて動かすので、うん、あは動かす。だってスライドカッピングは相関法っていうんですよね。相関法、はい、走るって書いて。ああなるほど、なるほど。それを動かしてる。そうちょっとこうスライド、あすごい足足の指が早げ痛いっすよこれまたなんかカッピングのマシっすね。え？あマシ？あそうね、じゃあよかった。こら。いや、ちゃんと。いやちゃんともう。いや。そんな。ごめんなさい。赤ちゃんめっちゃ。なんかね、かわいそうで見えない。かわいそう見えない。そうそう、可愛らしい、可愛い、可愛いねみたいな。赤ちゃん可哀想に見えない。赤ちゃん可哀想に見えないですか？可哀想、赤ちゃん可愛いじゃない？可愛い。赤ちゃんが泣いてたりとかしたら、可哀想だなとか。よし。そうそうそう。で、帰りたい。もう帰りたい。もうちょっとですか？もうちょっとですか？はい。松尾田道中。
思った。思ったがすごい痛い。ここ好きです。あ、めちゃくちゃふわふわありましたね。ゆるゆるです。何も言わへん。何も言わなかった。すごいですね、ほんと。うん、すごいですよ、顎。爪があった。顎、顎どうしたらいいの。顎も言いたいね。あ、疲れたな。お疲れ様でした。はい、じゃあ、ゆっくり召し上がってください。ありがとうございます。いや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 、ちょっと、ベッドじゃないやけど、自宅の。ちょっと頭が、自宅の頭がすっぽりますね。眠くなっちゃった。あ、本当。自宅のベッドじゃない。よいしょ。うわ、もう、すごい広。え？呼吸がね、しやすくなりました。お、まあ、本来はね、僕みたいに固まってなかったらね、多分もうちょっと気持ちいいと思います。ですよね。そうですね、もう少しは気持ちいいかなとは思いますね。うん、ですよね。じゃ返事がみんな小さい。デコルトピドに聞け、聞け、危険ではね、やっぱこう刺激量っていうのはちゃんと調節しながらしているので、はい、危険がないようにですね、いろんな筋肉が緩んでいる。はい、はい、じゃあ変えて寝ます。ありがとうございました。はい。松尾田道中記、ありがとうございました。ありがとうございました。着替えてみてですね、冷静になったらすっげーすっきりします。なんか顔がシュッとした感じが、目がね、開いてる感じがしますね。これで通常、なんて言ったら受けれるコースですか。あ、そうか。通常は、あ、そうか、ないない。あ、通常ない。松尾田コースは、大輝くんに足はないんですけど、希望に合わせて。大輝くんも足もあるかもよ。そうですね、希望があればですね、なるべくこう、寄り添える、寄り添えるように。通常っておいくらでしたか。松尾田コースが初回が6,880円、2回目以降が1,000円。以上ですね。はい、ありがとうございます。はい、予約状況どんな感じですか。そうですね、土曜日とか日曜日がちょっと予約が取れにくいんですけど、まあ、早めに取っていただければ平日でご案内できるかとは思います。はい、説明欄に全部貼っていますんで、道中記見たようで問い合わせしてください。はい、はい、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。お願いします。さよなら。カナ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 、美容ハリーと水玉で、カナ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 、疲れも不調もさよなら、カナ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 、王子サーカス天使もいるよ、天神院と赤坂院のカナに来てね、来てください。デコルトピドに聞け、聞け、聞けではね、やっぱこう刺激量っていうのはちゃんと調節しながらしているので、はい、危険がないんですね。なので危険ではない。危険ではない。うん、危険だな。剣道や。危険体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 。すごいね、呼吸しやすいですよ。うん、いろんな筋肉を緩んでる。はい、じゃあ変えて寝ます。